原選手、キッド選手の最初に勝った日本人っていう、うん、初めて会ってた。それを私はずっとインプットしてたね。そうそう、僕も、うん、それがなんかあの銀ちゃんの話をするとキッドに勝った、うんっていうところがやっぱり最初にみんなにね、そうですよね、言われるし、すごい嫌だったんですけどね、最初に言われるの、そう、はい、やっぱキッドに勝った男っていうのがやっぱ嫌だった、なんだそれみたいな、はい、でもやっぱキッドさんが亡くなった今、うん、そういう風に言われることで、うん、キッドさんもフューチャーされることは今なってすごく嬉しいです、なるほどね。はい、でもやっぱねキッド選手に勝った、それも全盛期だからね、勝ったっていうね、キッドもね、はい、その時の気持ちはでもどうだったんですか。あんまも覚えてないですもん、十何年前なんで。でもすごい、舞台はどの戦国？ああ、あれはディープと対抗戦だ。そうです、埼玉ですね。やったんだ。マサト選手の引退試合だったんで、うん、めちゃくちゃ人が多かった。なるほど。青木選手スタジアムバージョンでやったんだよね。青木選手は広田選手と。それだな、2009年以来、キッドの引退試合以来、埼玉スーパーアリーナで格闘技のスタジアムバージョンはないんですよ。あ、そうなんですか。そう、だから10、もう何年？だから13、4年やってないんですよ。東京ドームもずっとやれてなかったけど、だから埼玉も過去プライドの時代ってもうしょっちゅうやってたじゃないですか。2ヶ月に1回スタジアムバージョンの4万人バージョンだったんだけど、キッドの引退、あ、キッドじゃなくてマサトの引退の大会以降はないんですよ、1回も。じゃあ金原選手はあのスタジアムバージョンを体験してるってことですね。そう、どうですか、なんか違いはありますか。いや、あんま分かんないですけど、試合しているの時はあんま分かんないですけど、ちっちゃくても大きくても、あ、そうなんですね、もう試合に相手に集中しちゃうんで、うん、でもね、それと体験してみたい。でもどうしてもあの大会はね、うん、青木選手がいろいろあって全部持ってっちゃうんですよね。まずその引退もおかしくしちゃって、はい、おかしくしちゃって、はい、ね、あの、でもおかしくしちゃいますね。はい、